ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。お疲れ様です。この間お疲れ様でした。ね、何なのあれ。なんかいた？こっちになんかすげえ変なやつ。タイミン鉄がいた。タイミン鉄がいた。なんかこっちに移動させろって。なんで私たちが迫害されなきゃいけないのかって。あ、それはあるけど、こういう状況も面白いからそう。なんならうちらが鑑定前に行ってもいいんだけど。鑑定前行ってもいいんだけどね。こういう状況も面白いから。それでは6時半になりましたので、こっち凱旋を始めさせてもらいます。私たちはですね、なぜここで凱旋をしているかというと、安倍自民党、安倍政権、安倍自民党に対する安保法制、平和安全法制のを賛成の立場として、こちらからね、凱旋させてもらいます。賛成の立場としてね、こちらから、凱旋させてもらいますけど、こっちじゃね、自民党本部声届くのかな。まあ壁しかないじゃないですか、ね、なんでこっちがね、いつも毎週月曜日に私たちやってるんですけど、なんでこちら側ですか。今回ね、いつもそちら、参議院会館前の道でやってるんですけど、歩道でやってるんですけど、なんか今日ね、岸外左翼が来るっていうんで、こっちにね、移動してくださいってお願いされたんで、しょうがない、麹町署にね、警察官にお願いされたらしょうがないんで、わかりましたということで、こちらでね、安保法制賛成のね、凱旋をさせてもらいます。本当にね、左翼にね、なんでこちらが譲歩しなきゃいけないんだっていうのもあるんですけど、まあ人数が少ないからね、まあしょうがないね、囲まれたらね、大変だってんでね、警察の方からもお願いされましたんで、まあちょっとね、やらせてもらいますけど、まあね、こういう状況もまあ面白いかなと思って、ね、なんかね、私たちはね、なんでここでこうやって、こんなにね、永田町、ご通行中の皆様、お騒がせしているかというと、私たちはですね、昨日ね、なんか反対派の大集会がそこのね、国会前であったみたいですね。なんかね、12万人集まったとかね、主催者言ってますけどね、本当はね、数千人から数万人、2、3万人ぐらいだろうって言われてます。そういうね、本当に反対派は、組合とかね、組織とか動員して、本当にね、大規模にやってます。組合費とかね、皆様の会社のね、組合費を使って、彼らに移動費、交通費、日当を払って反対の集会をしております。私たちはですね、土曜日に、新宿の方で安保法制、平和安全法制の賛成の、デモ行進がありましたけども、デモ行進ありましたけども、本当にね、そう、私たちの方、私も行ったんですけど、私たちの方はね、本当にわずか500人ですよ。昨日のね、反対派の方の集会は、数万人単位の、規模の人たちだったんですけど、そういう形でね、私たちはね、ここでこうやって声を上げるのは、反対派は数が多いけども、私たちもここでこうやって声を上げることが必要ですので、声を上げることが重要ですので、賛成としてね、賛成派としてね、ここでこうやって声を上げることが必要と考えてますので、私たちはね、数が少ないんですけどもね、今日もね、やっぱりね、私たち数が少ない方がね、やっぱね、譲歩させられるっていうね、まあちょっとね、私たちの方は毎週月曜日にやってるんですけども、ちょっとね、不満な気持ちもありますけどもね、まあ、こういう状況も面白いかなと思って、安保法制ね、賛成、私たち賛成、向こうでやってる岸外左翼反対、ね、よくわかんない、あと安保法制反対か立場かよく知らないんですけども、こうやってこういう状況もね、まあ面白いんじゃないかなと思って、警察の方にね、頼まれたんで、ここでね、凱旋させてもらいます。本当にね、自民党の皆さん、私たちはね、安保法制賛成しております。安保法、平和安全法制、日本国と日本国民の平和と安全を守る安保法制賛成です。自民党の皆さん、安倍自民党頑張れ。
私たちは平和と日本国の日本国のみならず、日本国と同じ価値観を共有する国々と協調して敵対する敵性国家中国、北朝鮮、韓国などの脅威から、私たちを守ってくれる法制を作る安倍自民党、安倍政権を応援しております。今日はいつもより元気です。なぜかというとね、そちらの反対側で反対の集会がよく分かんないんだけど、アポ法制のあちら側でね、あの基地外のね、総役たちが、集まっております。こちらはね、いつも毎週そっちでやってんですよ。私たちの方が毎週月曜日ね、6時半から。なぜかね、私たちの方が移動させられたということで、まあそれはどうでもいいんですけどもね、賛成派の反対派に負けないでね、今日だけは。いつもはね、彼らは総役はね、本当にこの70年間築いてきたネットワークでね、総役の組合とかね、動員とかそういうのでね、昨日のね、国会前、10万、12万人集結したとかね、言ってる、嘘ぼいてますけどね、それに負けずにね、自民党、国会議員の皆様、自民党職員の皆様、ぜひともね、頑張っていただきたい。平和安全法制賛成ということでね、私たちはここで頑張って凱旋をしております。そういうことで、ね、ぜひとも頑張ってください。本当に自民党の皆さんはね、声なき声に耳を傾けろと、安倍総理のおじいさんである岸元首相も言っております。私たちはね、そういう、声を表立ってね、声を上げられない、サイレントマジョリティの皆様の声を代弁してここで凱旋をしております。安倍自民党頑張れ、安倍政権頑張れ、私たちは安倍政権の平和安全法制は速やかに可決することを望んでおります。本当にね、永田町ご通行中の皆さん、本当お騒がせして申し訳ありません。本当はね、いつもね、おとなしくね、あちら側でね、参議院会館の前で、細々と凱旋をやってるんですけども、今日はね、あちらに見えますね、左翼の人たちがね、反対派の平和、まあとりあえずね、仮に、平和安全法制の反対派と言いましょうか。まあなんか今日は違うテーマで来たみたいなんですけど、そういうことでね、一応反対派と区切らせていただきますよ。そういうことでね、私たちはここで、声なき、こういうね、賛成派より反対派の方がね、組合とか組織とかね、動員をして、そうやって、数の頼みに、雰囲気で、安倍政権に対する圧力をね、作っております。そういう空気をね、この反対派だけじゃなくマスコミなども協力して、作っております。そういう行為にね、安倍政権負けてはいけません。ですからここでこうやって私たちは、安保法制、平和安全法制賛成という立場で、わずかな、人数でありますが、ここでこうやってね、凱旋させてもらってます。ということでね、ぜひとも、安倍政権、安倍自民党頑張ってほしいなということで、ここでこうやって凱旋しておりますので、安倍政権、自民党の皆さんはぜひとも頑張っていただきたい。よろしくお願いします。そういうことでね、ここでこうやって凱旋をさせてもらっております。私たちのね、日本人、日本国民、日本国の平和と安全を守るための、平和安全法制、ぜひともね、もう今月の、来月、明日でね、9月になりますけども、明日のね、9月の上旬には可決かという話も上がっております。そういうふうにね、もうね、野党はね、本当に揚げ足を取るばかり、自分たちが質疑を交わして、随分欠点が見えてきたとか、わけのわからないことを言っておりますが、彼らはね、彼ら見て、私たちの目から見てね、本当揚げ足取りばかりで、本当に、対案という対案もなく、廃案のための、ね、議論を、ね、やっております。そんな議論は全くためになりません。あるいは
あるいはその平和安全法制の穴を探すか、またはその法制の細かいところまで制限を加えようとする、そういう野党ばかりで、本当にね、安倍政権、安倍内閣の方々、本当にね、大変だと思っております。そういう形でね、本当に安倍総理頑張ってもらいたいなと、私たちはここで凱旋をしておりますけども、自民党本部は壁、こっちからだと壁しか見えないんですよね。見えます？聞こえてるのかな？なんでね、こちらがね、本当に、譲らなければいけないのか。まあね、本当にね、こういう場合では本当にまともな、私たちのようなまともな人間よりね、気概の方が優先されるというね、本当に理不尽なことがまかり通っておりますけども、まあこういう形でね、凱旋するのも悪くないんじゃないかと、ね、いうことで、なんかね騒いでますけど。